コントローラーラインここで、ここは6速からもう、メインストレートなんでハイスピードキープで、1コーナーここは6速から2速までもう一気にシフトダウンするとこですね。でここ、まあ、かなりタイトなコーナーで、タイトなコーナーが1コーナー2コーナーと続いて、ここから2速から3速4速そしてハイスピードをキープしたまま、まあ、かなりリアも滑るとこなんですけど、ここを抜けて、でここを立ち上がって上り区間、ここのスピードは大事ですね。で、まあ、ここからまたこのコーナーを曲がって上り区間、ここも本当にもう立ち上がりスピードをうまく乗せるかでタイム出る出ないが決まりますね。でここは下りから、まあ、高速な S 字で、で1つ目ここ2つ目切り返しがかなりギャップがあるので、ここもうまくマシンのセット合わせていかないとタイムにつながらないかなという感じですね。でまあここがもう最終コーナーで、でここからもうとにかくエンジンパワー生かしてストレートを抜けるだけです。